はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、続きをやっていきましょう。とりあえず肥前へ向かえってことでしたね。まあ今の俺にはジャンピングがあるかな。スーパージャーンプ、おお来たぜ。入れてくれ。通行手形を持っているようだな。肥前へ入るか。入る。この上が町だったよね。そういえばちょっとここで買い物をしていくか。今どうなってる？あんまり変わらないか？変わらないな、セリフは。よろずやと。あれ？ここのよろずやって、あったあったあった。お、天女の着物も安い。体力100。派手な着物って、あ、着てたっけ？あいつ。間違えた。天女の着物を装備させるか。こっちか。プラス100。回復効果。体力1秒につきプラス2。お、いいね、これ。で、鶴松が何装備してるかだ。派手な着物。あ、派手な着物装備してるか。あとはいいかな。鉢巻きしてねえな、鉢巻き。ちょっと鉢巻き買ってやるか。まあ、安いしね。熱血鉢巻き1600円。安い安い。熱血ふんどし、あれ、熱血ふんどしあったっけ。もういいや、とりあえず買ってあげよう。課長なんだから、それらしいものを、装備させてあげないとな。よし。おい課長、ボーナスだ。ボーナス、ボーナスを支給するぜ。熱血鉢巻きと気合のさらし。あ、装備してるわ。あ、熱血運動した。よし、これで、だいぶ鶴松課長も強くなったと思うけど、ステータスを見てみよう。体力360、気力170。おー、そこそこ強くなったな。パンチ64か、でも。基礎能力が弱いからな、鶴松。まあでも、現場の叩き上げ課長だったな。中衛門とか文蔵とか。まあ、エリート集団ではないから、しょうがない。文蔵も課長だな、そうすると。立場的に。中衛門は係長かな。まあ、鶴松は課長。部長がいないな。まあね、部長に抜擢するほどの人材がいないからね。達一達二がちょっと仲間になってくれればよかったんだけど、仲間にならないのかな。達一達二クラスだったらちょっと部長に抜擢してあげてもいいんだけど。まあ、どんだけ活躍してくれるかは、たかが知れてるけど。おらおらおら。あれ、そういえば弾薬あと6個くらいだっけ、2つ使ったから。まあ、足りるな、全然足りるな。おら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 。もうこいつが無双してれば、基本的にこと足りるな。オーケー。で、今いくつ減った？気力を見てみよう。132。あー、でもあんまり減らないな。気力が少なかったからか、最初は。やっぱり悪事を企む侍たちだ。あれ、どこに行けばいいんだっけ。あれ、わかんねえ。とりあえず肥前に来たけど、どこに行けばいいんだ。全然わかんねえぞ。よろずや、仕事屋もな、微妙だしな。一番安くて5000とかだったらな、だいぶ金稼ぎになるんだけど。おお、いるいるいる。待て待て待て、待ち上がれしんのすけ。あんたが悪党の一味だってことは、この前の戦いでバレてやすぜ。これからどこへ行き何をしよってんで。どこまでも邪魔な男ですね、あなたは。おい、何をやっているのじゃ、しんのすけ。約束に間に合わんぞ。白右衛門、これ誰だ、わかんねえな。風岡様、こいつがあの国政ってやつですよ。こいつのせいであの計画がダメになってしまいましてね。そうであったか。だとすれば、生かして返すわけにはいくまい。あんたは誰なんでい。貴様ごときが話しかけてよい相手ではないわ、無礼者が。そこに直れ、この場で切り捨ててやる。
お役にさんなんだか知らねえが、あんたに切られる覚えはござんせんよ。まあ、あんたが悪党だってんなら納得しやすがね。ふんふんふん、面白い。いかにも、わしが大悪党の風岡じゃ。風岡様、余計なことは言わない方が。構わぬ。どうせこやつらは生かして返さぬのだからな。国政とやら、メイドの土産に教えてやろうではないか。これいっぱい答えてくれんな、こいつ。わしの目的はこの国を作り変えることだ。そのためにたくさんの武器を手に入れ、新たに天下を統一するのだ。ふふふ、そのことはまだ誰も知らぬ。貴様らもここで朽ちるのだしな。では、しんのすけ、あとは任せたぞ。典型的な小悪党だな。待て、風岡四郎右衛門。聞き捨てならんな。誰じゃ貴様は。この刀に刻まれた紋所が目に入らぬようだな。え、お偉いさんこいつ。それは。将軍の命により、貴様を成敗いたす。覚悟しろ、風岡四郎右衛門。くそ、者ども、出会え、出会え。じゃ、あとは任せたぞ、しんのすけ。逃げてった。ふうって感じだな。仕方がありませんね。国政殿、最後の勝負です。今度は本気を出させてもらいますよ。おお、ワンサカいる。でも、俺のこの、この、剣術スペシャルの前では、赤子にも等しい。レベルアップ。ほら、金優先。ほら。なんだ、なんか使ってきた。必殺技を使ってきた。鶴松課長が超食らった。4話くっくそ、無念なり。だがいつかあの人の力で蘇ってやる。そこは変わらねえな。お、戻ってきた。国政とやら、勝ったと思わんことだ。さあ、どうぞ、先生。おお、あれ、重吉じゃん。くっくっく、待たせたな。俺様が大悪党のさらに上を行く極悪人の重吉様よ。こいつ、あれか、山田か。おい、登場するのがバレバレだ、とか言ってんじゃねえぞ。国政、あと一歩のところでいろいろとダメにしてくれちゃったな。朝次郎も使えねえし、おことちゃんも、本当に腹立たしい限りだぜ。お前をギッチギチのゴリゴリにして、海のもずく、いや、もくずにしてやる。いでよ、地獄の忍者軍団たち。おお、武器持ってる。おら、おー、こいつもかっこいい剣持ってんな。てか、またワンスカして、おお、山田の術か、そうか。こいつ山、おお、いて。これさすがだな。てか、重吉山田だったのは気づかなかったな。おら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 。すげ。レベルアップ。嘘。お。あれあのお侍さんもいたの？全然気づかなかったんだけど。さすがじゃん。今回は消えてやるよ。しかし、まだ終わったわけじゃなかったりして。けまたそのうち会おうじゃん。こうなんで消えれるんだみんな。すげえな。やりましたね、国政さん。本当にありがとうございました。お前はそういうキャラじゃねえだろ。これで終わったのね。国政さん、ありがとう。さあ、戻りやしょう。お前ら何しに来たんだ。しばらくは平和にやっていけそうだ。国政、本当にありがとうな。で、お前には申し訳ねえんだが、おことと朝次郎を、目音にしてやろうと思っているのだ。それは何よりで、ね、祝言の時は訪ねてやってくれ。辛いかもしれんが、お二人のめでたい時に辛いことなどありゃしませんよ。そうか、じゃあ足はこの辺で。ごめんなすって。さようなら。最後の別れだ。待って、国政さん、ごめんなさい。何から何まで、まるであなたを利用していたみたいね。気にすることは何もありゃしませんよ。お安い御用ってもんです。惚れた女のために命を張る男にとって、これ以上の生き方はありやせん。おことさん、幸せになっておくんなさい。朝次郎のために、みんなのために、そしてあっしのためにも。はい、じゃあごめんなすって。さようなら、長谷部。てか、長谷部と東堂がくっつくっていうのもなんか微妙だよな。お、スタッフロールが流れてる。これで終わりか。
まあちょっとよくわけもわからず物語が進んでトントン拍子に終わった感じがするな。全体的には短かった感じですね。武器とかほとんど買ってないし、てか物価が高すぎるな。そうすると6万6千円のものとかなんかあった気がするけどあれ絶対買えないじゃん。うん、ちょっとゲームバランスとしてはどうなのかなっていうところがまあ一つありますね。まあ、クニオくんなんで基本的にはまあ面白かったですけど、あとはちょっとオプションで敵の強さとかまあ今までのシリーズだと変えられたりしたんですけど、これはちょっと変えられないみたいなんで、もう少し敵が強くてもいいかなっていうところはあって、あと子分たちが基本棒立ちみたいなもう後の方とか何の仕事もしない、ただの給料泥棒だよ。鶴松あんないっぱい買ってやったのに、こういうオブジェクトもいまいちわからないし、一体何だったんだ。マップが分かりづらいっすね。あとだいぶどこがどこに繋がってるんだかっていう、まああと剣術スペシャル全てっすね。これが最初はマッハキックで攻めて、であとは剣術スペシャルと。刀はまあうん、システム的にはどうだったんだろうな。まあ、最初は気力が減って全然使えねえじゃんって思ったけど、まあ、剣術スペシャルが全てかもうこの一言だな。お、最初に旅の祈願を、旅の安全を祈願したお地蔵さんで終わるか。お、なんだ。お、はあ、はあ、はあ、あれ、俺は一体どうして。そうだ、あのエロい本、やばい、誰かに取られちゃう。プー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 、てか蘇ったぞこいつ。あ、これ半四郎の墓だったんだ。おしまい。どういうこと。おふんふんふん、間抜けな奴らよの。影武者を倒したところで何も変わらんというのに。わはははは、さあ先生参りましょう、元締めがお待ちです。あ、元締めか。クックック、これからこの国に黒い影をたっぷりと落としちゃる。次はズビッとやっちゃうからな、待っておれよ国政め。わはは。おお、こいつらは生きていたのか。続く、続くってなんやねん。ここでクリアデータを作成できます。今の状態を引き継いで初めからストーリーモードを開始することができます。ああ、じゃあちょっとセーブしよう。2番目にするか。おお、終わり戻ったな。最初のこのイベントはもはやよくわからないし。はい、ということでダウンタウン熱血時代劇一応終わったみたいですね何これ、2が出るってこと。ちょっとよくわかんない終わり方でしたけれども、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあ一旦熱血時代劇はこれで終了したいと思います。